糸谷哲郎は、将棋騎士、森野病七段門下、騎士番号は260、広島県広島市西区出身、広島学院中学校、高等学校を経て、大阪大学文学部卒業、同大学院文学研究科博士前期課程終了、日本将棋連盟騎士会副会長関西所属であり、豊島正幸、村田健博稲葉明と共に、 関西若手四天皇と呼ばれる騎士の一人。1998年、小学校4年で、第23回小学生将棋名人戦に、広島県代表で出場。西日本大会で、佐藤天彦らを破り、テレビ放送される、全国準決勝進出まで、あと一勝としたが、船、甲公平に破れる。同年9月、六級で、奨励会に入会。 同期入会には、高崎一世、船、高校兵、戸辺誠、広瀬昭人、佐藤天彦、大川拓馬、田中祐一、海智美、石内七枝。佐藤天彦、伊藤谷、広瀬昭人、高崎一世、戸辺誠らは、奨励会時代に、平成のチャイルドブランドとして取り上げられたこともある。村山清山崎孝行、片上大輔は、 広島将棋センターの先輩であり、森信門下の兄弟子でもある。2006年の第38回奨励会三段リーグで14勝4敗の1位の成績で中村大二と共に四段に昇段した。2006年、奨励会三段として第37回新人王戦に出場し、途中でプロの四段に昇段して優勝。このような事例は、 森内俊幸来二人目である。受賞式の社辞で、今の将棋界は、社用産業。僕たちの世代で立て直さなければ、とコメントした。この年度は、全期中1位となる公式戦14連勝も記録。将棋大賞の連勝賞、新人賞を同時受賞するというデビューであった。初のネット公式棋戦である大和賞券ハイネット、将棋、最強戦の、 1> 第1回に出場。前年の新人王戦優勝により参加資格を得た。結果は1回戦で三浦博之に敗退。2008年5月1日、竜王ランキング戦5組、準決勝で勝利。これにより、プロ入りから2連続昇級を決めるとともに5段へ昇段する。第59回 NHK 敗戦で3人の衛星称号資格者を破り、 衛星六冠の資格を持つハブ義晴名人と決勝で戦うが敗れて準優勝となった。なお、準決勝の対渡辺戦では糸谷得意の早差しに渡辺も早差しで対抗して対局が早々と終了したため放送時間の後ろに久々に臨時番組が挿入された。次の第60回 NHK 杯戦では前回準優勝により 第2シードとなり、2回戦からの登場。またも、決勝まで勝ち上がったが、再びハブに敗れて、準優勝。なお、準決勝では、丸山忠久を39手で破ったが、これは、NHK 杯戦本戦の最短手数記録である。第36期気王戦本戦で、ハブ、丸山らに勝ちベスト4進出。気用戦の準決勝以降は二敗失格システムで、あるが、 久保田義幸、渡辺に敗れ、タイトル挑戦権獲得を一する。大気戦での活躍に対して、順位戦では、初参加から4期は、昇級争いに絡めずにいたが、5年目となる、第69期で、佐藤天彦に次ぐ9勝1敗2位の成績で、C 級一組へ昇級。その後も順位戦においてコンスタントな成績を収め、C 級一組、在位三年目の、 第72期で初戦から9連勝を遂げ、最終局を待たずして、B 級2組への昇級を決めた。2011年9月、第19期銀河戦では、準決勝で、ハブに勝つも、決勝で、渡辺明に敗れ準優勝。2012年1月12日、第60期王座戦一次予選で勝利し、5段、昇段後公式戦120勝の勝ち星昇段で6段に、 商談。2014年9月8日、第27期竜王戦挑戦者、決定3番勝負第3局で勝利し、森内俊之竜王への挑戦権を得た。これをもって、商談規定により7段に商談。2014年12月4日、第27期竜王戦7番勝負第5局で、森内俊之に勝利、4勝1敗で制して、竜王の座についた。 初のタイトル獲得。広島出身の騎士がタイトルを持つのは、マスダ構造以来、56年ぶり。商談規定により八段に商談。2015年12月3日、第28期竜王戦七番勝負第5局で、渡辺明に1勝4敗で敗れ、竜王の座から出冠した。その際、前、竜王の故障を辞退している。その一方、 同時期に行われた第65期王将戦では、二次予選を勝ち抜き定員わずか7名の挑戦者決定リーグ入り、4勝2敗と勝ち越し、3位の成績で、次期リーグへの残留を決めた。また、第74期順位戦でも好調を維持し、8勝2敗26人中1位の成績で、B 級一組への昇級を決めた。2016年7月25日、 第64期王座戦決勝で佐藤天彦に勝ち挑戦者となる。羽生義晴王座とのタイトル戦後番勝負は第3局が10月4日に山形県上野山市の葉山間にて行われ、0勝3敗のストレートで糸谷のタイトルダッシュはならなかった。2018年1月18日、第76期準位戦 B 級1組9回戦で勝利し、 8勝0敗で2局残して A 級への昇級を決めた。2020年12月28日、第46期期王戦挑戦者決定戦、第2局に勝ち渡辺明洋への挑戦者となる。5番勝負の結果は1勝3敗に終わった。プロ入りから1年後の2007年、大阪大学文学部に合格。現役プロ騎士が日本の国立大学に合格。 進学したのは初めてのことである。哲学、思想文化学専修に所属。卒業後はさらに大学院に進学。大学院在籍中に竜王を奪取し、機械発の移植のタイトルホルダーとなった。一時将棋専念年のため休学していたが、後に復学し2017年3月に大学院修士課程を修了し、修士の学位を授与される。研究分野は、 マルティン・ハイデッカーの哲学で修士論文のテーマはヒューバート・ドレーファスの存在論。北陸先端科学技術大学院大学で情報科学の教授を務める飯田博之がプロ騎士としての現役中に東京農工大学で博士号を取得した例はあるがタイトル獲得歴のあるトップ騎士が修士以上の学位を授与されるのは初めて。父も糸谷と同じく 広島学院出身で東京大学工学部で機械工学を専攻。同大学院修了後は中国電力で原子力系エンジニアとして勤務していた。母方の祖父は鎌倉在住の大学教授であり、専門はマルクス主義経済学。優勝後継1回竜王戦と順位戦のクラスは衝撃士の在籍クラスを参照。インク。 産経デジタル。ダニーの気色つれずれ。取り戻したいいつもの信念。産経ニュース。2021年3月9日閲覧。ありがとうございます。